うもこんばんは。どうもね。そう、なんだっけ、伊方原発がね、廃炉と1号にね、そのお題ですね、ほんとどん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 廃炉していきたいんですけど、で、実はちょっとだけ話していいですか。今ね、TPP っていうのがありまして、4月に批准しようとか言ってるんですよね、ね、官邸では。で、これ、反原発も、ね、戦争する国反対も、憲法改正反対もこれ言えなくなってしまうかもしれない条約なんですよ、実はね。これもう4年ぐらい前からね、言ってるんですけど、ちょっとね、TPP に集まる人が少ない、本当ね。で、TPP がアメリカでこうね、ポチャっても二国間協議ってなってる、日本とアメリカだけで、で、それと同じことやられちゃうんで、ちょっとね、これは主権在民じゃなくて主権在グローバル企業っていうことになってしまいますんで、ぜひちょっとみんなチェックしてみてください。 TPP もう一回、生活ももちろん生活の問題でもありますね、食の問題、医療の問題あります。まあ本当チェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあそんなわけで主権在民でいきましょう。主権在民を強く歌うために、頑張りましょう。じゃないかい。 Do you
いいいいいい